先ほどの偵察で帝国軍の物資集積基地を発見した。目下の輸送先は西方面、ガリア侵攻のための武器弾薬だと思われる。敵の輸送基地ってことか？おいおい、なんつー幸運だよ。ラズ、私は敵の部隊の規模をこの目で確認してきた。弾も装備も圧倒的に不足し、他の小隊との連携もできない今の状態では、勝ち目はねえって言いてえのか？ガリアに武器弾薬を運び込むための輸送基地をここで一気に叩けるんだぜ。チャンスなのは分かってますよ。僕だってできることなら戦いたい。でも無理です。今助けが必要なのは誰が見たって僕らです。クロード、あなたの考えを聞かせて。指揮官としては命令通り指定のポイントに向かうことを選ぶべきだ。だけど僕は輸送拠点を叩くべきだと思う。これはガリアのためだけじゃない。ガリアが落ちればそこを足がかりに帝国は一気に西へ侵攻するだろう。それぞれの大切なものを守るために僕たちは志願して軍に入った。守るためには誰かがここで戦わなきゃいけないんだ。その誰かが私たちね。それで印象隊に賞賛はあるの？賞賛はある。基地があるのは山あいの谷底だ。強風が吹けば積もった雪が舞い上がり、一瞬吹雪のような状態になる。吹雪に紛れて接近し混乱したところを一気に叩くというわけか。でも肝心の風は？吹くまでここでじっと待つつもり？いや、風は吹く。もうじきだ。風のお告げか。クロードが言うなら確かだな。その作戦で勝てるのね？ああ、勝てる。わかった。だったらさっさと準備しましょう。基地ギリギリまで接近して機を待たないと。わかりました。ハーフェン号を動かします。みんな10分後に出撃する。準備にかかってくれ。あ、おい、お前あっさり引き下がるくらいなら最初から賛成しとけよ。私はクロードの一言が欲しかっただけ。勝てるっていうその言葉、それさえあれば私は彼の命令に従うわ。認めてるってのは冗談じゃなかったわけだ。よっしゃ、派手に暴れようぜ。この寒さを忘れるくらいにな。クロード、本当にいいんだな？他の隊との合流がかなり遅れるぞ。遅れた隊は待たずに先に進むと決めてある。大丈夫、気候レンジャーはどの隊も精鋭揃いだ。いい正体抜きでも切り抜けるさ。わかった。勝つぞクロード。ああ、ガリアのみんなのために敵補給基地を叩くんだ。いい正体出撃するぞ。前進する。僕がやらなきゃ。敵だ。ソロが教えてくれる。ここだ。なんでここに連邦兵が？これはまさか連邦軍か？敵の奇襲だ。援軍を呼べ。
ようやく気づきやがったか。まったくどんくせえ奴らだぜ。奇襲はひとまず成功ね。敵の援軍が来る前に勝負がつくといいんだけど。ここを叩けばガリアで戦う人々の助けになる。必ず勝とう。これも定めか。敵の姿を確実に捉える。対戦車兵には気をつけましょう。撃ち方始め。狙え。味方がやられました。よし、俺に続け。ここは俺に任せろ。行くわよ。背中は任せたぜ。分かった、ついていく。仕方ねえな。増援部隊到着しました。追加の増援を乗せた車両も後に続いています。よし、一気に攻勢をかける。連邦のゴミ虫ども、これ以上好きにはさせんぞ。敵の増援を確認した。走行列車だ。走行列車は増援を運んでくるだけでなく、火力も戦車並みだ。みんな注意して制圧目標に向かってくれ。これも定めか。見えているぞ。前進する。僕がやらなきゃ。思った以上に走行列車の存在が厄介だ。なんとかしないと。先輩、あそこにある線路の分岐器が使えるんじゃないですか。あれで進路を変えてやれば。なるほど、うまくいくかもしれない。よし、やってみよう。よし、出るぞ。Thank you.
仕方ねえな。これでちゃんと見せてやるか。まだ青いの。やられたか。そこは射程内だ。見つけたわい。始めるかの。どうじゃ。老兵をなめるでないわ。味方がやられました。やられやしねえよ。倒したぜ。なるほど、できるな。まだやれる。発見。これでも手だね。あそこか。行くぞ。やけ。そこ。耐えてみせる。
かせとけって。ダンサーかっけー。打ち方外れ。これも定めか。攻撃は無意味だ。任務完了。私についてきて。当たると痛いわよ。一緒に行きましょう。分かった。後ろは任せな。絶対に生きて帰るんだから。なんでここに連邦兵が。私の勝ちね。なるほど、できるな。行くわよ。私のとっておき見せてあげる。当たって。私に任せて。これでも食らえ。こんな。くそ。装甲車両が破壊されました。これでは残骸が邪魔で後続車両が侵入できません。おれ、虫けら以下の分際でよくも。よし、これで敵の増援は阻止できた。一気に目標を制圧するぞ。私の勝ちね。やられたか。やってやるか。任せときな。この約束だ。必ず果たすぜ。行動開始だ。よし、出るぞ。
を解放する。攻撃は無意味だ。避けることなど不可能。愚か者め。闇に沈むがいい。頭が丸見えだぜ。任せとけって。私に任せて。背中は任せたぜ。背中は任せたぜ。分かった。背中は任せたぜ。任せときな。あいつにはいいとこ見せねえと。開始だ。もう一発。なんて腕前だ。私に任せて。
私に任せて。当たると痛いわよ。任せときな。あいつがいいとこ見せねえと。よっしゃ、取ったぜ。キャプテンは取られたか。前進する。必ず果たすぜ。背中は任せたぜ。分かった、ついていく。俺を誰だと思ってやがれ。これで、オラ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 、ラズ、加勢するぞ。へ、ちょろいぜ。あとは別行動だ。了解した。あとは一人で前進する。そこ、甘いな。なんて腕前だ。行動を開始する。敵発見。次に行こう。なるほど。耐えてみせる。任せときな。
ざまあ見やがるってんだクソどもが。すごい、本当にやれたのね私たち。ああ、僕たちは勝った、やり遂げたんだ。私たちがガリアのみんなを助けただなんてすごい、本当にすごいわ。おーや、俺たちはすげえんだよ、本物の英雄様だ。でもってこの物資の山は英雄様への貢ぎ物ってわけだ。いや、物資は全て爆破する。これだけの量を運び出す余裕はないからね。すぐに敵の大部隊が基地奪取のため押し寄せてくるはず。再び敵の手に渡らないよう破壊して使えないようにしておく。マジかよ、もったいねえ。さあみんなどいてどいて、腕によりをかけて爆破するわよ。おいおい、何へたばってんだ。俺たちは勝ったんだぜ。ほら見ろよこの線路、ガリアまで俺たちの故郷まで続いてんだ。ガリアまでか、帰りたいな。帰れるさ、もうすぐこの戦争が終わったら。集合地点の海岸線、もうすぐですよね。そりゃ決まってるだろ、補給と増援だ。補給、温かいジャケット、それから手袋、パン、高望みが許されるならバターとジャムも。海上から乗り込んだとすりゃエディンバラからの上陸部隊が待ってるのかもな。だとしたら連邦軍はまだ諦めてない、帝都を目指して再進撃するってことですよね。詳しい作戦は聞かされていないけど、そのはずだ。よし行こうぜクロード、休んでる暇はねえ、俺たちレンジャー部隊は。おいラズ、足に来てるぞ。滑っただけだっつーの。レンジャー部隊はタフさが売りだ、1秒でも早く帝国を潰さねえとな。みんな十分気をつけて、目的地はもうすぐだ、行こう。気候レンジャー部隊が壊滅している。
い、しっかりしろ。一体何があった？なんでみんな死んでやがんだよ。戦車部隊に待ち伏せされた。待ち伏せだと？で、連中はどこに行った？逃げた。正体を追って。でも戻ってくる。早く逃げ。おい、ダメだ、起き上がれ。くそくそくそ。嘘でしょ。教えてくれ、クロード。私たちは何のためにここまで来たんだ。山を越えて多くの味方を失って、一体何のために。クリステル、クリステル。ミネルヴァ、無事で。しっかりしろ、クリステル。ミネルヴァ隊長。大したことはない、大丈夫だ。このまま少し休め。よかった、ミネルヴァ隊長がご無事で。援軍は？ああ、来たとも。大波のごとき軍勢とはこのことだ。連邦軍の勝利は決まったようなものだ。安心しろ、クリステル。そうですか、勝利。あなたの栄光。私誓いました。そのために命を捧げると。そうだ、私が戦場に立つ限りずっとそばに付き従うと。誓いが果たせるなんてこの上ない。栄誉。クリステル、クリステル。ミネルヴァ。クロード、貴様、今まで何をやっていた。なぜこれほどに時間がかかったんだ。いいか、私たちは戦った。圧倒的な敵の戦車部隊を前に、まともな装備も武器もなく、それでも勇敢に。その結果が、その結果がこれだ。異常体は敵が去って安全になった今頃になって悠々ご到着か。貴様のせいでクリステルは死んだ。貴様が異常体を壊滅させたんだ。
一体何が起こっているのかわからないまま僕たちはその場に立ち尽くしていた。いつの間にか夜が明けていたことにも気づかずに、ただ呆然と迫り来る異様を眺めていたのだ。